ママ、はい、今日のお昼ご飯何？お昼ご飯これ何でしょう。先ほどまでお買い物に行ってたんですよ。なのでちょっとねお昼ご飯間に合わないかなと思って今日はちょっとお弁当買っちゃいました。なんですがこのお弁当なんですけど、まずこちらがね三元豚のロースカツ丼って言ってそんなに大きくはないんですけど、お値段見てください。これ激安。そうなんですよ、安いんですよ。いやもうお昼ご飯にはちょうどいいと思うんですよ。で同じくこちらソースカツ丼、こちらも同じく安いで、ソースカツ丼っておそらくこの近辺のローカルフードなのかな、地域によってはないそうです。そうなんだ。そうでこっちからが卵とじっぽくって、うん、こっちのカツはソースがかかってるカツっていう感じですね、うん、うちの地域ではソースカツ丼って言ったらこっちが出てくる、うん、でカツ丼っていう場所ではカツ丼って言ったらこっちが出てきちゃうお店もあるよ。そうなんだ。うん、ある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 。でこっちだとちゃんとカツとじとか言わないと、うん、こういうふうに卵かかってなかったりとか、地域の差はあると思います。まあそれにしてもこの値段だよねありがたいです。でこれね野菜があんまり入ってないんですよ、うん、なのでサラダはつけました、はい、ドレッシング好きにかけて食べてもらいたいと思います。まだ温めてないんだけどどうする。少し温めよう。少し温めよう。これそれではいただきます。いただきます。ママ、はい、今日のお夕飯何？はい、今日はお鍋です。またってね、まあ思うかもしれないんですけど今の時期鍋食べなくったらいつ食べるって感じなんでガッツリやってます。で今日の鍋つゆこちらラーメン屋さんだと思います。私行ったことありません。だって札幌だもん。そうそう行けませんよ群馬からは。でもねなんかすごく美味しそうな味噌つゆっていうかだったんで気になって買ってきちゃいました。ケヤキって書いてある。でなんか見たらすすきのっていうところあるじゃない札幌の、うんうん、すすきのの激戦区で長年行列を絶やすことのない名店だって。へえ。すごい昔からやってるわけじゃなくて1999年だから、うん、25年ぐらいやってるお店なんでしょうけど、うん、すごいね。だってさ札幌までそうそう言えないじゃん。だこれで食べられるんだったらいいなと思って買ってきてみました、はい。で今ね作り方もこの裏のやり方になるべく忠実にいきたいんですけど、まずねこれね沸騰させるんだって。味噌って沸騰させちゃダメじゃないって思ったんだけど。そうだよね、沸騰って書いてあるのよ。だからちょっとね意外なの。ちょっとね自分でもびっくりしました。今なんで少し前からもう火を入れてるんですけど、なんかねいきなりこう吹きこぼれないようにかき混ぜながら温めてくださいっていうのも書いてあって、うん、そうそうそう。結構濃いね色が。すごい濃い。びっくりして、あこんなになるんだと思って、ちょっとね、お待ちしたいと思います。どうですかね、こんな感じで。はい、じゃあ具材入れていきたいと思います。はい、まずキャベツかな。と味噌いい香り。キャベツこんなぐらいでいい？うん、最初はね。うん、あとで足せばいいしね。うん、あとネギ類入れてみようかな。で、パッケージ見て気がついたけど玉ねぎって書いてあって慌てて玉ねぎ用意しました。もう入れちゃっていいでしょう。長ネギちょっとうち小さめに切ってあります。はい、じゃあもっと長くやるんでしょうけど食べやすいよね。そうそうそう、玉ねぎいっぱいくっついてたまあいいやね。はい、玉ねぎもちょっと半分ぐらい、この端に肉入れようかな。こちら豚バラって書いてあったんですけど、うちにあったのは豚こましかなかったんで豚こまでいきます。ちょっと、うん、一回これでちょっと火入れようかな、うん、ちょっと温度下がっちゃってるでしょ多分。いろいろ入れるからね、うん、一回ちょっと蓋しておきます。どうでしょうかね、ちょっとブクブクしてきましたね。はい、じゃあ残りの具材一気に入れたいと思います。まず麺だよね。新芽のラーメン用意してるんですけど、これいつも気に入ってるやつ、うん、ね、伸びなくていいんだよね。とだ結構ねいっぱい入ってるんで、まあ、まずは一袋途中でね足しましょう。あっ、ね、すごい入れ方してる。ラーメンを先に入れちゃう。ラーメン屋さんの鍋だからやっぱりラーメンで食べたくて勝手に決めちゃったんだけど大丈夫？いいそんなイメージない。どうせならっていう、うん、あとこれか少し前に食べてたコウ君、うん、まだちょっと残ってたんで入れちゃいます。はい、何本ぐらいあるかな、適当に5本。まあ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 いいでしょう。これ美味しかったね、うん、あともやし、はい、洗っときました。これ一袋、はい、早く入れときましょう。しなしなになった方がいいんでね。すごちょっと予想以上にいっぱいになっちゃった。蓋しときます。はい、それでは開けてきます。いいですか？はい、3、2、1。おお、よく見えた。うわ、味噌の香りすごい、いい感じ。はい、できました。食べましょう。ウィンナーはどこですか？ウィンナーどっかにあります。今息子くんに2つ取ってあげたんであと3本あるはずです。ウィンナー大人気麺
麺、パパのその目の前。麺はもう足せるようにしてあるからさ、こんなもんでいいですか？はい。じゃあ熱々のうちにね、パパに食べてもらいたいと思います。いただきまーす。はーい。熱いだろうか、気をつけてね。うん。でも結構薄味だね。思ったより、まあ、鍋用だからね。うん、あの、ラーメンと思うじゃなくて、うん、やっぱり鍋と思った方がいいと思う。もうちょっと煮詰まってきたりすると、あの、ラーメンに近いのかな。鍋としたらいいと思うんだけど、どうかな。鍋としてならいいかも。でも、うん、パスタ入れても美味しいかも、これ。あ、味噌バターコーンにする、うん、うん、いいかもね。はーい。それではママに鍋を食べてもらいましょう。はい。麺も食べたいんだけど、ごめん。つゆをやっぱり入れたい。あー、つゆね。なんかちょっとこっちからもらっていい？いいよ。うん。どう？うん。あ、でもベースはやっぱりラーメンだよ、うん、ラーメンか、うん、よりちょっと薄くなってるっていうだけで煮詰まってきたりしたら絶対いい、うん、バターいいな、うん、多分、うん、ママの想像だとね、うん、だからもうちょっと食べて途中で味変したらどうかな。ああ、そうだ ね、はーい、はい、はい、それではね、息子くんにも味噌ラーメン、鍋なんだけど、ね、味噌ラーメン食べてもらいたいと思います。はい、いただきます。はい、少し置いといたんで食べられると思うけど、あ、お肉がいい、やっぱり、おいしい。よかった。出た、ウインナー。丸々一本いっちゃった。あ、大丈夫？一口でいっちゃいました。はい。途中まで食べたんで、麺追加。はい。どうも。はい、ここに何を入れたらいい？味噌バターコーン。だから、これ？それは何？バター！もうこういうね、あの、一個一個包まってるの。それを？を。うん。あ、ポロって。いきなりポコって入っちゃった。びっくりした。あ、やばい、もう溶け始めてるよ、ほら。溶けろ、溶けろ。溶けろ。やばいね、これ。はい。で、そこに、そこに、さらに、じゃん。はい、コーン。うん、はい、入れます。はい。やばい。こんなもんでいいかな。うん、いいよ。はい。じゃあ、ちょっと蓋しとこうか。溶けるまでね。はい、はい、いきまーす。じゃーん。はい。わー、バター溶けた。これは味噌パッタコーンラーメンになりました。じゃあこれもね、食べましょう。はい、はい、ではね、こちら味噌パッタコーンになりましたので、パパに食べてもらいたいと思います。ここにいるとね、バターの香りだいぶしますが、味はどうでしょうか。ほんのりバターの香りですね。さっきね、うん、この大きさで3個入れたんですよ。でもそれでもまだちょっと薄いから、意外に入れてもいいかもね、うん、まあ鍋だとね、はい、場合によっては自分のところに足して食べてもらってもいいと思います。ではママも食べます。ママも味噌バターコーンラーメンを食べてもらいたいと思います、うん、バターすごい香りするよ。ママは全然このぐらいでいい、うん、うん、だから好みによるかな。あんまり濃くないのがいい人はこのぐらいで、うん、いっぱい入れたい人は自分の取り皿にドンで足してもらう、うん、うん、いいと思います。味変楽しい。これいいね。ね、たまにはこういうのもいいと思います。